さて、じゃあ続きの方やっていきますか。最終公演、ユニベール公演まであと27日ですね。今日はお出かけをしましょう。そうだな。校長先生に会いに行こうか。あれ？この背景って、初めてかな？これ駅なんだよね。すごい駅舎だね。立花。本当ですね。ちょっと嫌味っぽくなっちゃうから、ユニベールに来てよかったですを選択しますか。田中右注意には気をつけてくれ。冬公演の途中で注意が連れて行かれて、多分校長とも話したのかな。キサが欲しいみたいなことを言ったんだろうか。校長にも認められたキサの才能。惹かれ合う。才能同士、天才同士惹かれ合う。選ばれて、校長先生との条件は達成してる。これからもユニベールにいられる。でも、気持ちが落ち着かない。ようやくな、すべての条件を達成したんだけど、また新たな問題がね。もしもクオーツがなくなったら、先輩たちにとっては自分たちが大切にしてきた場所がなくなってしまう。そうだよな。自分たちが卒業した瞬間に部活が廃部になるみたいな。私たちにとっては、これからみんなでいられる場所がなくなってしまう。月にがいた場所、みんなでつないできた場所、みんながいられる場所、そのすべてがなくなってしまうんだ。今はアルジャンヌとしてできることをやるべきなんだと思う。でも私の人生は王国キルゼが全部だったんだ。この言葉ね、もうキサーの言葉なんだよな、ここは。ほら、もうみんな。すずくん？終わり。稽古中のあの一瞬の間が気になる。シシアと私の気持ちが重なって前に出過ぎちゃったのかな。部屋にいたら考え事しちゃうから散歩しようかな。あ、これは舞台中にもなんかありそうだね。姫彦神社、こんなところまで来ちゃった。導かれるように。誰かいる。誰かいる。中右先輩。俺そうちゃんかと思ったけど。ガシャドクロだ。あれしなりの。ああ、ここで練習してんのか。一人で稽古してるの。呪いたまえ、怪我したまえ。神噛むながらたたりたまえ。最悪与えたまえ。うわあ、これは。田中右の声なのか。っていうか、ね、田中右一人でここで深夜かな。怖い。普通に怖いんだけど。これ、よくビビるだろ、これ。人が通りかかってみたら。あれかな、目を奪われるのかな。神。神かと思うのかもしれない。与えられた仮初めの肉を剥ぎ、ナイフの滴り落ちるを見よう。我が血で大地を洗い、我が骨で咎の杭を打ちつけよう。すげえ迫力なんだろうな。我が血と骨で、
やっぱり天才といえど努力はしてるんだな。暴力的なほど荒ぶった所作だけど美しい。このままだと壊れてしまいそうで、でも手を差し伸べた人間まで壊されてしまいそう。まるで、少年、神様、悪魔。いやー、俺は今神かと思ったから神様にしようか。まるで神様みたいだ。歌と踊りとお芝居と、その全てを体現したような超越的な存在。アンバーの人たちが田中右先輩に憧れる気持ち、少しわかる気がする。美しいものを前にした人間は思わず拝みたくなってしまう。たとえそれが自分にとっての死神であっても。なんだか苦しそう。苦しそう、田中右先輩。やっぱり俺はもうキサと完全にリンクしてる。シンクロ率 100%。立花か。気づかれた。すみません、盗み見するような真似をして。構わない、いずれは見ることになる。苦戦しているようだな。なんでそれを。順調にことが運んでいる人間はこんな場所には訪れない。大方俺の予想した通りだろう。主役をやることに迷いがあります。主役をやることに迷いがあります。田中美希先輩の言う通りなのかもしれません。私は二人の飾りになるべきで、しっかり抑えた方がいいと思うんです。でもそれは主役としてどうなのかなって。俺はお前に飾りになれとは言っていない。お前が飾りになるのは愚かだと言った。お前はそんなことのためにここへ来たのか。このユニベールに。ユニベール、私はここで夢を叶えて、そして俺は志を持ってここにいる。田中右先輩は何のために。俺が舞台に立つのは自分自身の証明のためだ。自分自身の証明？他人にはつまらない話だ。お前は知っているか、玉坂と中座の歴史を。玉坂と中座の歴史。校長の名前。玉坂は姫彦のこと、中座は校長先生の名前。玉坂歌劇のルーツ、玉坂一座、その看板役者中座月彦は絶世の美少年と歌われていた。中座月彦。月彦はこの一帯を治める大名から寵愛を受け、土地を賜り、そこを一座の拠点とした。大館山の中腹、ちょうどユニベール歌劇学校や玉坂座のあたりだ。その際に与えられたのが玉坂の生徒姫彦の名だ。中座月彦が玉坂姫彦に。それが校長先生のご先祖様ですか。そうだ。なるほどね、もともと中座だったのか。この地が玉坂と呼ばれ、ここに姫彦が建て祀られているのはそのゆえん。以降玉坂の始祖として
玉坂姫彦の名は時代へ継がれるようになる。その名は中座の血縁者に継承されていった。月彦の兄陣地を二代目、陣地の長男を三代目といった具合にな。そうして中座家はある時期に分家として改めて玉坂家を作る。玉坂家、本家の中座家とは別に。養子のために芸名を譲り分家の姓にしたのだ。以降は中座と玉坂の間で姫彦を取り合うようになる。次第に天性の花のある玉坂家が姫彦の座につくことが多くなった。しかしある時玉坂家の運命を決定づける出来事があった。姫彦の呪いだ。呪い？姫彦の呪い？始祖初代姫彦は心を激しく病んで死没していた。うん。さらに姫彦の名を継ぐ者は不審死を遂げる者が多かった。よって中座玉坂の間では姫彦の呪いが存在すると信じられていた。姫彦の名を襲名することを拒否する者も現れ、彼らは少しでも災難から逃れようと名前を半分に割って襲名するようになった。小山なら姫を取って年姫、男なら彦を取って荒彦といった具合にな。名前を継いでも不吉なことが起きないように、いろいろ弦を担いでそれを回避しようとしてきた。しかしそれでも何がきっかけなのか非業の死を遂げる者がいる。そこで十一代目姫彦玉坂式年が苦肉の策を取った。彼はそれまで男だけが襲名していた姫彦の名を自身の次女に与え十二代目姫彦としたのだ。女性を？それまでは30歳未満の男子に姫彦は継がせる決まりだった。験担ぎでな。だが十一代目は女であれば災難から逃れることができるのではないかと予想を立てたのだ。結果姫彦、まあ呪いの名前というかそういうのを女にすることによって今までずっと男で不審死みたいなそういう呪いが起こってきたから女にすることで回避しようとしたと。で結果どうなったのか。十一代目は玉坂家の人間、男子に恵まれず中座家の人間に姫彦の名を譲りたくなかったのもある。だから自分の次女を、まあ男が生まれなかったっていう方が大きいんじゃないか。男が生まれなかったから女にね名前を与えるしかなかったと。ああ、そして、あ、でも女の子がいっぱい生まれれば分けてね。次女は死んだ。あ、やっぱり呪いは回避できなかったんだ。なんかこの辺はあれだね、テレビアニメで言うとこのなんかちょっとアナザーを思い出させるような展開だね。以降その件で立場を追われた玉坂家が姫彦を継ぐことはなくなった。姫彦はおよそ80年ぶりに中座家に返還される。その時の姫彦が中座修理の曽祖父だ。彼は新しく決まりを作った。姫彦の名は中座一族が継ぐものとする。じゃあ玉坂家の人たちは中座に追いやられ次女を犠牲にした十一代目玉坂式年の死を境に玉坂の歴史から消えることになった。それが玉坂と中座の歴史ですか。でもそれが一体どういう話に。玉坂式年には姫彦を継がせた次女の他にもう一人娘がいた。その子孫はその出自を中座から隠しながら
歴史の陰で息を潜めていた。ん？子孫？だから中座、玉坂は途絶えたんだけど、玉坂の子孫は歴史から一応な名前は消えたんだけど血は残ってると。玉坂の血には中座にない花がある。現代でもそう信じている人間がいる。中座が姫彦であることを望まない者たちは玉坂座に多く潜んでいる。だから彼らは俺を後押しするのだ。ああ、対立か。そういうことか、上か。俺の名は玉坂中尉。おいおい、すげえ展開になってきたよ。まさか俺そういう方向性に行くと。中座分家、玉坂家の末裔だ。いやもうただの天才でね、才能があるからこいつばっかりこの押されてたみたいな、そういうんじゃなかった。ちゃんとした裏の設定、理由があって、あれか、上の連中はこんなにも田中美希注意をひいきしてたというか、押してたというか、そういうことか。これは衝撃の事実すぎる。田中美希先輩が玉坂姫彦の一族。じゃあ玉坂座の理事会は田中美希先輩を姫彦に据えるために校長先生を、中座家を追いやろうとしているんですか？もともと反りが合わなかったのもあるだろうがな。中座を取り巻く環境はお前たちが考えている以上に悪い。そんな。でも注意自身はどう思ってるかだよな。姫彦の名前、中座と玉坂のいさかいなど俺にとってはどうでもいいがな。だろうな。俺は俺自身を証明したい。この血と骨がどこまで高みに行けるのか。うん、まあそういう性格だとは思う。これが俺がここにいる理由だ。でもその血と骨には玉坂家の遺伝子が。立花貴さ、田中美希先輩が手を伸ばしてきた。俺はお前が何者でも構わない。田中美希先輩、冬公演の時全てを見透かすような目で私を見ていた。やっぱり私のこと気づいて。立花、俺と来い。どこまでも連れて行ってやる。またこの選択するのか。3回目だよね、田中美希注意が貴様に俺と一緒に来いというか、俺の手を取れか。1回目は手を取ったんだよ。その時に貴様が忘れていた女の部分を強制的に引き出して、くれたというか、引き出されたんだけど、2回目手を伸ばされた時は、俺はクォーツのみんなと今まで1年やってきた思いがあったから、速攻断ったのね。迷うと手を取るっていう2つの他に選択肢があったんだけど、そこはもう断ったんだよね、即決。ここ選択肢あるのかな。あるのか。あるのか。なんか今その玉坂の歴史をまあ聞いてちょっと印象は変わったんだけど、手は取りません。その手は取れません。私には私のやるべきことがあります、
たとえ私が何者でも。そうか。あ、田中右先輩の残影が頭に残っている。鮮烈で強烈で神々しさまで感じてしまうような。私たち、あの人に勝たなくちゃいけないの。いやー、一日しか経ってない。内容濃すぎでしょ。っていうか、そういう話だったの？いや、一気にこのゲームの見方が変わったというか、冒頭の校長のセリフとか、なんかね、ここまで進んでくる過程の見え方というか、二周目するとき、この事実を知ってね、やるわけだから、だいぶ見え方が変わっちゃったな。とりあえず、そうだな。まあ、今週も上がってないやつを上げていきたいんだけど、歌唱は、まあ土日のモナスタースクール一回行くだけで23レベル上がるから、そこで上げるとして、まあ役作り今週上げていくか。キサちゃん、どうしたの？顔色悪いぞ。あ、ごめん。昨日の田中右先輩の姿が焼き付いている。今のままで本当に勝てるのかわからない。みんな集まってくれ。あ、どうしたんだ？ちょっとミーティングしねえか？ミーティングですか？このまま舞台に立ったら必ず後悔することになる。それは避けたいよね。先輩たちもいろんなこと感じ取っているんだ。というわけで、今のクォーツの課題や問題点などはっきりさせておきましょう。意見があるもの？みんな稽古に出てきてくれてるんだな。でもよし、問題なしっと。いやいや、まさすがにね。ってふざけてる場合じゃないね。はい。お、やっぱすずはこういう時頼りになるね。先手を切って。はい、赤いの。俺はちょっと分かってないかもしんないです。というと？確かにアンバーはすげえし、田中右先輩がジャックエース一人でやるなんてどんだけ化け物だって思うけど、俺たちだっていいもん作ろうとしてるし、ネジ先輩の台本だって面白いし、それにフミさんとカイさんのペアに立花があるジャンヌで入って、俺すげえワクワクしたんです。この舞台めちゃくちゃ面白くなるんじゃないかって。すずくん、そうだ、すずくんはずっと私の獅子や楽しみだって言ってくれてた。なのに本番やる前からみんなの気持ちが落ちてんのがすげえもったいないと思う。全力で戦って負けるのはもうしょうがないと思うんですよ俺。でもこんな感じで戦って負けるのは絶対嫌だ。どうせならちゃんと胸張って本番やりたいです俺は。うん、そうだね。織巻くんが言うように、現在クォーツ生の士気が著しく低下していると見受けられる。どんな戦いも士気が低い方が不利なのは変わりない。相手が強いならなおさらね。歌のことなんですけど。うん、白田くん。中津国のキルゼ、シシアの読書、そしてラストダンス、これでも十分すごいけど、アンバーと戦うならもっと爆発力があった方がいいんじゃないかと思いました。フミさんがアルジャンヌだから
ダンスで攻めるのは理解できるんですけど。ダンスだとオニキスと競合する可能性はあるな。王国のキルツェの印象が薄らいじまう可能性も。だが、みんなで歌う楽曲を今から用意するとなるとかなり厳しい。曲は用意できたとしてもパート分けや歌い込みに時間が割けないからね。でも白田君が言うように大きな爪痕を残すには少々爪のサイズに不足があるかもしれない。あの、はい、夜長君。僕、王国キルツが命を懸けて国境公園に立つというところに魅力を感じるんです。王国キルツの革命物語みたいな、その部分をもっと深く見たいような気がしちゃって。でも主役3人の関係性も見どころだし。ふーむ、王国キルツェの革命物語か、キャッチーだね。あ、すみません、変なこと言って。いや、非常に分かりやすくていいと思ったんだよ。なるほど、もっとテーマに沿った物語か。立花君はどうかな。私は田中右先輩の稽古を見る機会がありました。え？ああ、言うのか。田中右の。おう、どうだった？危機迫るものを感じました。背負っているものが違うというか、このままじゃアンバーに勝てない。アンバーは田中右先輩が一人で主役に立つからこそあそこまで研ぎ澄ませられるんじゃないのかな。今の噛み合わないクォーツじゃ太刀打ちできない。獅子屋に入り込みすぎる私の演技もみんなに違和感を与えている。だったらアンバーに対抗するためには。他の二人を引き立たせる、みんなを目立たせてほしい。私が主役を降りて他の二人を引き立たせる。私が主役を降りて他の二人を引き立たせる。これを提案すれば私はユニベールにいられなくなるかもしれない。だけど私が主役を降りて他の二人を引き立たせる方がいいと思います。な、え、何よ。貴様、立花が降りるって。でもそれは、それはダメだ。それだけは。立花君。はい。ちょっとシシアをやってもらっていいかな。え？僕もシシアをつかみ損ねてる部分がある。それを確かめたい。わかりました。大鳥君、この先のシーンだけど、ちょっと巡回兵の役をお願いしていいかな。僕ですか？思いっきり憎たらしくお願い。得意分野だろ、大鳥。任せてください。みんなもお願い。ああ。わかった。状況はこうだ。夕げを楽しんだ王国キルツェ。街道でこんな光景を見かける。片側はアルバイン小国の巡回兵、そしてもう片側はクワトラから脱走してきた老人だ。どうやら老人はアルバインの巡回兵に警棒で撃たれているようだ。脱走した老人をいたぶっている巡回兵。抑圧する側とされる側、これがそのままアルバイン小国とクワトラの関係を表してんだな。そしてこのシーンを境に王国キルツェは国境公園の再演を決意するんだ。国境を壁で区切ってるアルバイン小国のやり方に口を出すっ
ってことっすよね。ああ、王国キルゼが長年描いてきた夢だな。反国思想者として処罰されることを推してまでってことですよね。だね。とっても大事なシーンだよ。このシーンのシシア、セリフはほとんどない。ネジ先輩は何が見たいんだろう。ではみんなよろしくね。はじめ。おい、ちょっと何やってんだよおっさん。チャンス。なんだ貴様は。あなた様は。俺は王国キルテのチャンスオルランドだ。どうしたんだよ、じいさんをそんなに痛めつけて。王国キルツだと。ふん、なるほどな。こいつが撃たれる理由を教えてやる。これを見ろ。叩かれていた男の左すねには馬の入れ墨が入っている。クアトラル、敗戦し無名霊国となった民の証だ。左足のすねに馬の入れ墨。クアトラルか。じゃあ彼は。こいつは無名霊国からこのアルバイン小国に脱国してきた霊国民だ。脱国は重罪だ。強制送還し重労働施設送りか、場合によっては死刑に処される。だからってこんな仕打ちないだろ。そうそう、殺しちゃったらどうするんだい。相手がどんな人種だろうが殺人は重罪だよ、このアルバインでは。黙れ。暗黒思想で捕らえてもいいんだぞ。ずいぶんこの霊国民を憐れんでいるようだが、元を正せばこいつはお前たち王国キルツェのせいで罪を犯したんだからな。どういう意味だ。こいつはお前たちの部隊を見るために無名霊国から脱国してきたのだ。おじいさんは私たちの公演が見たくて脱国してきた。そのせいで目の前で撃たれている。そうしたの、かつてお前たちの国境公演を見たからだそうだ。僕たちの国境公演を。そうだ。そして今日お前たちの劇場に忍び込んで舞台を見ているのを他の観客が見つけ我々に報告したんだ。どうだ、犯罪の手引きをした気分は。犯罪の手引き。でも王国キルツェは、彼らの舞台はそんなものじゃない。何が国境公演だ。壁の上で歌って踊るなど反国思想以外の何者でもない。おとなしく劇場内だけでやっていればいいのだ。どうせ歌劇などくだらない下賤な見せ物。ここからはアドレアが巡回兵を殴って王国キルツェのメンバーとして、一人の人間として思いを言葉でぶつけるんだ。もちろん大ごとになりかけるけど、なんとかレヴィが場を収める。アドレアとレヴィの関係を見てシシアも心を動かされて。質問だ、橘君。え？シシアならどうする。あ、シシアなら。え、ここって。シシアのセリフはないな。キサちゃん。質問を変えようか。シシアは巡回兵を殴れる。殴るのはもともとアドレアの役目だったはず。それをシシアが。シシアは。私は。犯罪の手引きって言われたし、まあ本当に憧れてるシシアとしてはすごい思うところがある。暴力はダメだけど、
でもこれは、そうちゃんも言ってた通り、革命物語として。殴れる。殴れます。過激は。過激はくだらない下賤な見せ物なんかじゃない。私の夢をバカにしないでって。クロウ。コクト。決めたよ。え？フミ、カイ、ごめん。分かってた。あ、これあれか、もうやめるのかな。二人ともずっと分かってた。謝ってるから、それが最良の選択だ。最後だけど、そういうことなのかな。あのクォーツのみんな聞いてくれ。僕は立花キサを主役にしたい。そっか、主役三人体制はやめだ。立花君を主役に据えて、王国のキルセをシシアの物語にしたい。え、それってそうか、そんなことが。みんなに謝りたい。僕は知らない間に安全な道を選んでしまっていたようだ。注意に勝つために今あるクォーツの全てを注ぎ込もうと。でも僕は大事なことを見落としていたようだ。クォーツの可能性だ。クォーツの可能性。ああ、僕たちがまだ見たことのない景色、手を伸ばせば届くかもしれない景色、本当はその可能性にかけないとダメだったんだ。でもね、正直怖かった。君たちの全てがかかってると思うと怖くなったんだよ。僕の弱さをどうか許してほしい。でももう迷いはない。さっきのシシア、立花君の言葉で確信できた。シシアが話す一言一言がクォーツの力になる。これこそが主役の器だと。立花君、私の人生は王国キルセが全部だったんだ。私の人生は王国キルゼが全部だったんだ。あの時のセリフだ。稽古中、君なら気づいたよね。急に空気が変わったことに。はい。その一言で一瞬時間が止まって、私にはみんなが戸惑ったように見えました。そうだよ、立花君、戸惑った。うん、俺次のセリフ飛んじまったもん。やっぱり私が。シシア、いい言葉言うなって。え、僕もシシアとキサちゃんが重なって感動しちゃって、なんだか涙が。いいシーンだった。分かったかい、君はあの瞬間僕たちの心を奪ったんだよ。だから俺もカイもあん時悟ったんだ。観客の心も奪えるんだろうな。お前が主役をやるべきだってな。話を王国のキルセに戻そう。ヨナガ君が言ったように、僕はこの作品をもっとテーマに寄せたい。だからユニベール歌劇らしい二人の男女の恋愛を排する。そしてシシアを性別を超えた主人公にしたいんだ。性別を超えた主人公、言うなれば天使みたいなものかな。天使、もちろんどちらでもあるから、劇中で彼あるいは彼女に愛情を寄せるのも自由だよ。
チャンスとファン・カルロが同時にシシアを愛することもできる。お、なるほど。表記はどうするんだ。台本提出があるからな。性別を超えた役をどう表記する？そうだね。ジャックでもあり、ジャンヌでもある。ああ、なるほどなるほど、ここでタイトル回収か。いやー、言葉がないんだったら作っちゃおう。だからそう、ジャックジャンヌ。いや、なるほどね、ジャックジャンヌ、ここでタイトル回収しますか。ジャックジャンヌ。ああ、君はジャックジャンヌだ。私が、君だけの、君のための言葉だよ。キサ専用の、これはもうネージは気づいてる？ジャックエースでもアルジャンヌでもなく、キサだけのジャックジャンヌ。ジャックジャンヌとしてクォーツでたった一人の主役になるんだ、橘君。できるかい？そうすればアンバーとも戦えるはずだ。私は橘。キサちゃん。橘。キサ。橘。やります。シシアを、ジャックジャンヌを、やらせてください。みんなのために、クォーツのために。決まりだ！一つになったな。すげえな、立花！なんだよ、ジャック・ジャンヌって！俺、この一年間で一番ワクワクしてる！キサちゃん、君ならできるよ。僕はちゃんと知ってる。君が、誰よりも輝く才能を持ってること。協力するよ、キサちゃん。主役、おめでとう。立花、お前がクォーツ星を射止めた言葉を引き出したのはこの僕だということを忘れるな。いいわ、大鳥、大鳥もそのままでいてくれ。変わるな。大鳥くん、お前さ、それでいい。あ、まあ、あれだ、せいぜいやればいい。うん、そういうところ、そういうところだ。それでいいんだ。立花、俺たちがしっかり支えるから。ほんと現金だな、2年は。先輩が支えるなんて当然だろ。それにクォーツを一人で支えるのは立花だぞ。だからお互い支え合おう、僕たちみんなで。クォーツを託したぞ、立花。絶対いい舞台になるよ、キサ。お前ならできるさ。どこまでも突き進んでくれよ。最後までついていくさ。この先卒業してもユニベールにクォーツという場所さえあればいつでも帰れるような気がするんだ。帰ってきていいんだと。俺たちにとってここは故郷だ。どうか俺たちの故郷をクォーツを一緒に守ってほしい。お前だからできることなんだ。誰よりも人の心を打つことができる。お前だからこそ。この BGM ね、このタイトルの BGM。 注意は天才だ、アンバーのたった一人の天才。みんなが恐れている通りね。
天才に勝てるのは天才しかいない。だからクォーツのたった一人の天才になってほしい。そのためなら僕の才能のすべてを君に注ぐよ。みんなの目が輝き出した。希望、希望の光が輝いてるんだ。さあ、脚本直すよ。ふみ、はい、練習できるとこ進めてて。夜長くんはアイデア出し手伝って。はい。忙しくなりそうだな、かい。ああ。白田くん、歌についても相談したいことがある。めんどくさそうですね。付き合いますよ。織巻くん。あ、はい。宙返りのバリエーション増やしといて。俺だけ個人練習すか。うっす。そして橘くん。は、はい。すっ、大変だけど頑張って。はい。返事がいい。それではクォーツ最終演目、王国のキルツェ、改め王国のシシアの準備を始めよう。王国のシシア、まだ2日しか経ってないのか。濃すぎる。みんな直したから。脚本早いですね。ベースはいじってないからね。シシアにまつわるシーンを書き足したり、キャラクターを変更したり。まずはアドレア、ジャックにした。え、ジャンヌじゃなくて。ジャンヌはトレゾールの密一人の方がいい。多分その方がシシアも引き立つ。名前もアドレアからアドラに変えたから、よろしくね。ジャックエースのレビューはジャック、座長というポジションには変わりないよ。だが王国キルツへの思いをより強めてもらった。仲間みんなを支えられる、頼れる人間にしたい。それからキルツェの希望になるシシアのことをいつも見守っている。そしてそして、冒頭にシシアが主人公だと印象付けるシーンも追加した。今までなかったシーンですね。とりあえず流れでやってみよう。橘くん、いけるかい。はい。向こうだ、逃がすな。舞台は国境沿い。少年とも少女ともつかぬ影をアルバインの警備兵が追う。王国キルゼの舞台じゃなくて、シシアが走ってるシーンから始まるのか。開幕直後に注目を集められそうだな。クソ、冷酷のドブネズミがアルバイン小国の国境を越えるなんて。このことがアルバイン小国王に知れたら、とっとと見つけ出すぞ。うん、オッケー。うわぁ、ほんのちょっとのシーンだけど一気に物語に引き込まれた。アルバイン小国の抑圧的な国風も伝わりますね。うん、冴えたシーン足したな、クロー。好評のようでよかった。僕らは舞台でとにかくシシアを印象付ける必要がある。脚本もそのために特化させた。何せシシアとガシャドクロの一歩勝負、それさえ勝てばこっちのもん。あんな骨のお化けはぶち崩して輝ける未来を切り開くよ。よし、各自動きのおさらいをしておいてくれ。軍部も忘れずに稽古しておけよ。新しい振り付け、ワクワクするな。しない。おやおや、うちの歌姫はご機嫌斜めのご様子。これはもうクォーツそのものだね。みんな揃っての王国キルツェ、応援してますよ。お前もやるんだよ、イザク。あ、
楽しみ。皆さんと一緒に踊れるのずっと憧れだったから。主役がシシア一人になって急にやりやすくなった気がする。ああ、見ていてもわかる。折り巻きの動きがわかりやすくなった。目線が集中する感じがするよね。そうそう、言葉や気持ちが最後は全部シシアに向けばいいからさ。あとフミさんのジャックかっけえ。ありがとうさ。アドレアも色っぽかったけど、アドラもフミさんそのままっぽくて色気半端ねえっす。冬のミゲルの経験が上乗せされてるって感じがするよね。カイさんと並ぶと強そうだよな。それに強気なアドラがいると王国キルゼに厚みが出る気がする。思ったより全然ジャックやれるわ。普段の空気に近いからベビーとも話しやすいさ。海のジャック転校は問題なさそうだね。むしろよさげ。カイはどう？問題ない。むしろしっくりくる。王国キルゼを、そしてシシアを見守る姿は演じやすい。さすがカイさん、危なげないな。立花もやりやすくなったんじゃないか。え？うん、動きが滑らかになったよな。主役一人って大変だけど、その分やりやすさもあるんじゃねえの？俺みたいに。お前と立花は違う。ちょっ確かにシシアやりやすくなった。でもそれは主役が一人になったからというよりも、性別を意識しなくていい役だからこそかもしれない。ジャック・ジャンヌ、この役は私に合ってる気がする。ジャック・ジャンヌ。ちょっと、キサ！マレちゃん！マレちゃんじゃない！いや、マレちゃんだけど！聞いたよ、クォーツ！あ、カサイくんも。カサイとさ、マレはさ、なんかいつも一緒にいるな。君たちって、ほんと、イカれてるね！1年生が主役、その上たった一人？しかも、ジャック・ジャンヌ！初めて聞いたよ。確かにキサなら、ジャックもジャンヌもできるけど、どっちもやるって何なのよ。ネジ先輩はどっちの要素も持つ存在で、性別を超えたお芝居にしたいって言ってた。全てを受け止められる器なのかな。立ち話しかできないだろうな、その役は。やだ、もうあんたすごすぎ。みんなも噂してんのよ。ここんところずっと田中右注意の話ばっかりうんざりしてたから、ありがたいわ。俺はちょっと複雑。え？そんな想像を超えるお芝居を立花がやり通したら、もう立花とは組めなくなる気がする。そのインパクトを超えるのって難しそうだからさ。でもクォーツがどんなものを作るのか見てみたい気持ちもあるんだ。だからうまくいってほしい。でもやっぱそうなったら悔しいだろうな。もう葛西めんどくさ。応援してるでいいじゃん。だいたいいつまでキサと組もうとしてんのよ。ん？組めるまでだけど。出たわ。ま、何かできそうなことあったら言ってね。みのりか先輩なら貸すし。自分じゃないの。俺は付き合うよ。ダンスは任せて。こっちも得られるものがたくさんありそうだからさ。ありがとう、マレちゃん、カサイくん。やっぱさ、クォーツがなくなるなんて嫌だもん。頑張って、キサ。応援してる。ありがとう。いい人に見えてきた。別に悪い人ではないんだけど、本当に急に仲間感がすごいわ。呪いたまえ、怪我したまえ。
神噛むながらたたりたまい、最悪を与えたまえ。私に父の仇を討つお力添えを、与えられた仮初めの肉を剥ぎ、ナイフの滴り落ちるを見よう。そのためなら全てを捧げましょう。この血も肉も骨までも、我が血で大地を洗い、我が骨でトガの杭を打ちつけよう。我が血と骨で。滝姫のセリフはゴーストなので、実際の舞台ではありません。本番ではその間に注意して、皆さんは滝姫がいる想定で動いてください。はい。田中右くん、お疲れ様です。それは逆に難しいんじゃないか。もう一度だ。はい、もう一度、初めから。注意さ、うん、では準備を。アンバー星の体力もあるので、もう一度やらせろ。滝姫が見えない、お前たちは感じたのか。孤独な怪物をやるつもりはない。俺が不甲斐ないから。それ遠回しに僕も同類になっちゃうんですけど。うわぁ、この花江くんの今までね、うつりっていうこう優しい感じだったんだけどな、ちょっと性格悪そげな感じを出しながらも優しいボイスだったんだけど、もうなんか憔悴しちゃった感じになっちゃってるね。存在しない滝姫をあたかもそこにいるかのように演じる、いや存在させる。田中右先輩が一人でジャックエースをやると決めた時点で、滝姫ごと脚本から削るのかと思っていましたが、滝姫はそのままあたかも存在するようにガシャドクロの芝居で見せる。そんなこと普通の人間じゃできない。普通じゃないから田中右先輩なんです。ヘトヘトの子もいますが、準備を。そういえばクォーツの話を聞きましたか。うん、クォーツ配役を変更するようです。主役を一人に。この時期に配役変更ボロボロじゃん。一人、アルジャンヌかジャックエースか誰ですか。ジャックジャンヌだよ。1年生の立花君です。え、あいつが主役？一人でジャックエースですか、アルジャンヌですか。ジャックジャンヌだよ。アルジャンヌで主役なんかやられたら、注意さんが余計に俺たちのことを。違います。なんだジャックエースですか。何を血迷ってそんな。違うよ、ジャックジャンヌだよ。ジャックエースでもありません。アルジャンヌでもジャックエースでもない。それってジャック・ジャンヌです。ジャック・ジャンヌ。
シュフィさん、ネジ君が新しく作ったようですよ。立花君のために。校長も申請を通したので、ジャック、ジャンヌ、アルジャンヌ、ジャックエースに加えて、今期からジャック・ジャンヌという新しい役職が加わったことになります。注意さん、やってくれるな、立花キサ。俺ね、注意のね、キサの呼び方が好きなんだよね。立花キサ。面白い。お前一人がクォーツ全てを包み込む器となったか。であれば、俺はこの地のひとしずくも無駄にしない。アンバーを血で満たし、全部お前に注ぎ込んでやる。今日は帰れると思うな。怖っ。いやタガネ先生は助け船じゃなくて火をつけたかったんですね。そっか。ねえ、休んでる暇はありません。怖え怖え。それが注意さんの望みなら、俺はどこまででもやってやる。その器ってのぶっ壊してやる。注意さんの意のままに。注意さんの意のままに。いやー、宗教だよ。僕たちが壊れなかったらいいですけど。でも面白そう。今一瞬ね、桃梨のこと、ああまあまともなのはこいつだけかなと思ったけどダメだ、ぶっ壊れてる。お前は俺のものだ、立花キサ。劇場でお前を迎えに行く。あと3週間か。すごい展開になってきちゃった。もうほんと最終決戦って感じだな。とりあえずモナスタースクールで一回歌唱の練習をするだけで1レベル上がるんで。じゃあ今日はどの、歌唱のレッスンします。歌唱は公演の見せ所、最後までスキルを磨いておきましょう。熱いわね立花君。その暑さで会場を熱気の渦に巻き込んじゃいましょうね。20日か。とりあえず一旦ここで切りましょうか。衝撃的すぎる。一週間しか経ってないんですけど、このパート。もう、内容がちょっと濃すぎて、僕、頭がついていかなくなっちゃいそうなんで、一旦ここで切ります。玉坂と中座の歴史から始まり、ジャック・ジャンヌというこのゲームのタイトル回収。すごかったですね。はい。というわけで、次回、こうご期待。ではまた。次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。